ん、こんにちは。福岡マラソン未来ランナーズオンラインを担当します日本スロージョギング協会佐藤のり子です。栗山みどりです。前回基本編ではスロージョギングの魅力と基本の動きをご紹介しました。この動画を見てくださった皆さんはスロージョギングやってみましたか？スロージョギングはきつくありません。いつでもどこでも誰にでもできます。そうですね、道具もいらないし家の中でもできますね。家の中で行う場合はスロージョギング&ターンがおすすめです。ターンを入れることでさらに運動量が増えます。6歩走って3歩でターン、8の字を描くように走るとメモもありません。そして頭を使いながらのスロージョギング&ターンをすると脳の活性化にもつながりますね。そうですね、福岡マラソンの福岡の頭文字から始まる言葉を1分間に10個以上目標に走ってみて、30秒休みの間に10個以上出てきたかを確認し合ったりしながらニコニコ笑顔で走れるところが一番の魅力ですね。頭文字から始まる言葉探しやしりとり、連想ゲームなど言葉遊びを取り入れながら走るのとても楽しいですね。早速ですが栗山さん、スロージョギングを毎日の生活の中でどういったタイミングでどんな時間に取り入れてますか？はい、小分けの運動でも効果があるということでしたので、通勤途中や家事をやっている最中、特に決まってませんが常にスロージョギングを意識して生活しています。私も一緒です。エレベーターを待っている間や職場の廊下、家では台所でも、毎日の生活の中に自然と取り入れられるところがいいですよね。そうですね、家の中でのスロージョギング&ターンもいい運動になりますよね。1分間でも体がポカポカしますよね。今日は親子で楽しく取り組むスロージョギング実践法、さらにスロージョギングは速く走ることにもつながりますよというお話と、お腹周りが気になるお父さんお母さんに向け、スロージョギングで理想の体型を手に入れられますということをご紹介します。お楽しみに。早速ですが栗山さん、なぜ太るのでしょう？食べ過ぎですかね。そうですね、正確に言うと運動してエネルギーを消費した分以上に食事でエネルギーを取ってしまうと太ります。たくさん食べてもその分しっかり動いたら太りません。またスロージョギングで運動すると食事も美味しくなります。スロージョギングで運動量が増えてもそれ以上に食事量が増えると体重は減りません。スロージョギングをしても痩せませんと話される方がいますが、体重を減らしたい方は食事量は今まで通り、スロージョギングでエネルギー消費量を増やすことが必要です。スロージョギングはウォーキングの約2倍のエネルギー消費量です。スロージョギングを毎日の生活の中に取り入れることで、お腹周りやお尻周りがすっきりしました、ズボンがスッと履けるようになりましたという嬉しい声もたくさんいただいています。食事量も内容を見直すことで理想の体型を手に入れる早道になりますね。いい運動をしていい食事、楽しみながら理想の体型を手に入れましょう。続いて楽しい実践法をご紹介しましょう。スロージョギングしながら頭もフル回転、運動と脳トレを一緒に楽しみます。前回の基本編では福岡マラソンの福岡の頭文字から始まる言葉を1分間で10個以上というのをやりましたので、今回はマラソンの頭文字でやってみましょう。んから始まる言葉はありませんので、んはんで終わる言葉を考えましょう。さあ頭も体もフル回転、早速やってみましょう。麻婆豆腐
半走ったら休みを入れます。なぜ休みを入れるかというと、どんなに頑張らないでくださいとお伝えしても無理してしまう方がいらっしゃるんですけども、1分で休みを入れることで心拍数も上がりきる手前でストップしますので、安全面からもまずは休みを入れることをお勧めしてます。もちろん慣れてきたら続けていただいても構いません。では次は連想ゲームもおすすめですのでやってみましょう、はい、前の人が言った言葉から思いつく言葉を順番に言ってみましょう、はい、では行きます。バナナ、黄色。ひまわり、花。コスモス。こんな感じですね、はい、これからの季節は紅葉を楽しんだり、クリスマスはイルミネーションを楽しんだりしながらスロージョギングをするのもいいですね。素敵な景色を楽しみながらだと親子での会話も弾んできっと楽しいですよね。時にはなかなか外に出かけられないこともありますよね。こちらは小学1年生のお子様とお父さん。実はお父さんはフルマラソン2時間20分台で走るランナー界では有名な市民ランナーの方です。すごいですね。ご自宅で楽しくスロージョギングをされていますね。お二人の笑顔が素敵ですね。このように親子で外でも自宅の中でも楽しくスロージョギングを続けられるといいですね。スロージョギングは速く走ることにもつながります。歩く速さで走るスロージョギングを続けると体力もつき、小走りをしてもきつくない、息が上がらなくなります。じゃあさらに続けるともっと速く走ってもきつくなくて息が上がらない、そういう体力がつくっていうことですかね。そうですね、うん、運動を続けているとその人のニコニコ笑顔で走れるスピードが変わってきます。では早速そのスピードの変化をご紹介しましょう。はじめは歩くくらいの速さのスロージョギングです。分速80メートル、歩くときと変わらない、息も上がらず走れます。さらに自然と小走りになる速さでのジョギング。小走りになると息が上がる人は多いですが、スロージョギングを続けるとこの速さでも息が上がらず走れるようになります。実はこのスピードは分速100メートル、時速6キロメートルです。このペースでフルマラソンを走ると福岡マラソン制限時間7時間で完走できるペースです。さらにフルマラソンを3時間で走るスピード、1分間に235メートル、分速235メートルに挑戦します。いかがでしょうか。トレーニングをすると今まで息が上がっていたペースが楽に感じるようになりますし、トレーニングをやめてしまうと今まで息が上がらなかったペースもきつく感じるようになります。大切なことは続けることです。今の自分にとっての気持ちの良いペースで走ることをお勧めします。そうすれば走ることはきついことではなく気持ちが良いことになります。スロージョギングを正しい姿勢で気持ちよく走ることが速く走る時の基本になります。佐藤さんお疲れ様でした。栗山さんもお疲れ様でした。走ると風を感じて気持ちがいいですね。本当にスロージョギングは走ることが好きな子も苦手な子も、また運動嫌いな大人にも勧めることが納得できました。これからますますたくさんの方にスロージョギングをしていただいて、毎日の生活の中に取り入れていただきたいと思います。スロージョギングは道具もいりません。家の中でもできます。台所やテレビの前で、レンジで温めている間やテレビを見ながらなど、気持ち一つあればいつでもどこでもできます。職場ではエレベーターを待っている間や廊下、毎日の生活の中に自然と取り入れられるところがスロージョギングのいいところです。皆さんもぜひ始めてみてはいかがでしょうか。皆さんいかがでしたでしょうか。
コロナ禍で運動不足になっている方、ぜひこの機会にスロージョギングを始めてみませんか。心も体も脳までも元気になります。ではまたお会いしましょう。